こんにちこ、アキトです。今日は3月7日火曜日、原宿。今日リリースされるのは、サンバ OG、ホワイトとブラック。来てますか？誰か YouTuber が来てますか？この原宿、表参道を見渡してください。誰か他にスニーカー YouTuber の方が来てますか？来てませんね。じゃあ、誰が来るの？アキトくんでしょう。今でしょみたいになっちゃいましたけど、アキトくんが来ました。最近去年あたりからネクストブレイクかと注目をされているアディダスのサンバ、ジョーダン1のセメントだけじゃない、シュプリームのナイキコラボだけではない、アママニエールコラボだけではない、こういうのもアキトくんは取りに来ます。アキトくんだけだよって、今開いてますね、この動画開いてますね。はい、じゃあ今グッドボタン押してください。高評価ではないです、グッドボタンです。高評価っていうと高い評価の時しか押しちゃいけないのかなってことになるでしょ。だから高評価じゃないです。そのグッドみたいな親指立ててるけど、あの親指で押してねってことだから、親指でポップって押してくださいっていうことだから、うんうん、そうそうそうやね、特に意味ないね、うんうんうん、ただ押してくださいっていうことだから、そうやねそうやね、下に向いてるやつ押したらあかんよ、親指で押すとき親指上向くやろ、そうやねそうやね、ただ開いたらそこプッて押してくださいっていうだけのことやから、うん、高評価ちゃうね、低クオリティでもそこ押していいねそうそうそう、低クオリティでもええねんええねん、気にせんといて、うんうんうん、あとな、その横にねチャンネル登録ってなってる方はね、そのチャンネル登録も流れ作業で押しましょう、ベルマークになってる方はええで、もうそれはチャンネル登録してあるからな、うんうん、そうやね、だからチャンネル登録っていう表記のままの人はチャンネル登録してないってことやからな、チャンネル登録してみてください。誰も取りに来ないアディダスのサンバを取りに来てるアキトくんのことを見てもってるな、うんうんうん、じゃあチャンネル登録しよう、せやなせやな、うんうんうん、行くで、ジジイがトラビス履いていた、はい、あるある探検隊、あるある探検隊ちょっとこれ適当に喋ってるだけだから尺がわかんないんだよな、もうそろそろついちゃうのかな歩いてアディダスの原宿店に今向かってるんですけども、まだ到着しなかったとしてもいいわ、キュッとしとくわ。ということでアディダスフラッグシップ原宿店、あの裏原の方ね入っていくとあるやつ、到着しました。今回アディダスサンバ OG なんですけども、アディダスフラッグシップストア原宿店と新宿店で抽選販売ということで並びに来てます。8時半から9時までの間で並んで、9時から抽選券配布ということらしいです。ということで僕は8時40分ぐらいに到着しました。僕が到着した時にはだいたい40人ぐらいいるかなっていう感じです。予想としてはもうちょっといるのかなと思いましたけども、意外と少ないなっていう印象でした。それはつまりどういうことかっていうと、外国人がいないってことですね。海外の人たちがいない。意外ですね。このサンバ OG なんですけども、日本国内でもリリースされると割とすぐに完売しちゃうし、オンラインでも買えないっていう状況ですけども、海外の方でも人気で割とリストックするたびにすぐなくなってるっていうらしいんですけども、その割には海外の人たちがいないですね。で、今8時40分ぐらいなんですけども、今日もう一つの大きな目玉といえばスニーカーズでティファニーエアフォースワンがリリース日ということで、そっちも同時にやっていきたいんですけども、だからちょうどここアディダスの並びの締め切りが9時、同時進行でやっていきたいと思うんですけど、黒と白の2色展開でご用意をしております。お一人様各色1色ずつ最大2色のご購入がいただけます。でまた今回返品交換も受けたまわれませんので、お買い上げの際ですね、しっかり返品の方よろしくお願いいたします。この後9時から整理券の配布をさせていただきますのでよろしくお願いします。整理券に時間が書かれてますので、ここですね、ということで9時になって並びが締め切られました。今回は先着順じゃなくて抽選ということなんですけども、スタッフさんが前から順番に歩いてきて、紙袋の中からランダムに抽選の番号が書いてる紙を渡していくっていうやり方です。ということで抽選番号をいただきました。30番、割と微妙な順番ですね。多分 4,50 人ぐらい最終的に
いたと思うんですけども、全然読めないですね。いつものナイキの抽選なんかだと、ほんと各サイズ1、まあゴールデンサイズで2足あるものがあればいいなぐらいの感じですけど、そういう少なさではないんじゃないかと思うので、集合が10時から10時半では、改めてティファニーエアホースワン、はい、エントリーすることができました。今回は10分間のエントリー時間があるタイプということで、ティファニーエアホースワン、これはめちゃくちゃ数少ないんでしょうね。ほぼ宝くじのレベルだと思うんですけど、エアフォースワン、ティファニー、この1837って何ですかね、モデル名になってる西暦、なんか意味のある西暦なんですか。で、はい、ティファニーエアフォースワン抽選が締め切られました。ではあとはいつ結果が来てもいい状態ということですね。数が少ないということなら、また2、3分で結果が来るんじゃないかと思うんですけども、約5万、微妙に変えてもいいなと思ってしまう値段なのが憎いですよね。この前のルイ・ヴィトンとかだと20万とかね、30万とか、そこまで来るとちょっともう無理かなっていうのがありますけど、5万円っていう微妙な設定ですよね。でもこれそのものに5万円っていう素材の価値ではないですよね。ティファニーのブランド力っていうことですよね、もちろん。だからこれに3万円ぐらいですよね。あ、このデュブレにティファニーって書いといてくれたらよかったのにね。この部分もちっちゃいな。どうなってんすかね、これ横から見ると。なんかベルトループみたいなんですかね。ちっちゃいわこれに3万やで。ちっちゃいな、本当に。では、どうせ10時になって、もう一回アディダスの店舗に行くまで時間があるので、ティファニー結果が来るまで待っていきたいと思うんですけども、ちなみにですね、多分あんまりお気づきの方はいないと思うんですけども、アキトくんですね、調子悪いですね。ちょっとツイッターの件からもうずっと調子悪いですね。アグレッシブに笑いが取りに行けてないっていう状況なんですけども、まあね。ということでしたわ。もうすぐ最終号の時間になりましたので、アディダスフラグシップストア原宿店にもう一回行って、サンバ OG 買えるんでしょうか。ちなみに今回は僕の分ではありません。支援させてやってもええで、言ってくれる方がいたので、その方の分として買いに来てます。サンバは僕実は YouTube 始める前とかですけど、その頃はウェアっていうアプリで大暴れしてたんですけど、大暴れしすぎてアカウントバンになったんですけどその頃に履いてましたね、サンバ OG 黒の方ですけど、その頃履いてて、もう履かなくなったなって思って売っちゃいましたね、確か。では買えるんでしょうか、行ってきます。買えました。今ちょうど出たところで話しかけていただいて、2足買ったんですか。2足買いました。白黒。そうです。あ、おめでとうございます。1個自分用で、神さん用。あ、奥様と。はい。わー、いいですね。今日サンバが再販ってことですよね。そうです。なんか意外と思ったより少なかったです。あ、そうですね。人だいたい40、50人だったと思います。50人いないぐらいですね、はい、多分本当にまあ履く人だけなんだろうなっていう感じでしたね、印象としては。でも多分サンバって海外でもまだ品切れが多分続いてますもんね。多分海外発信ですよね、人気って。いや、本当でもサンバの人気がちょっとわかんないんですけど、はい、4、5年前とかの普通に売ってましたもんね。あ、そうですよね。スーパースターとかそういうのと同じぐらいの、ま、定番で置いてあるっていう、はい。サンバだけいきなりこんな人気になるっていうのがちょっとわかんないですけどね。マジでわかんないですね。基本やっぱナイキとかの方が全然好きなんですけど。はい。あ、そうなんですか？ナイキも全然お好きで。ナイキの方が好きです、ね。あ、ナイキの方が好きなんだ。はい、みんなが欲しがるものっていうのを自分も欲しがっちゃうっていう。わかるわかる。そうなんですよ。もうちょっと人がいるかと思ったんですけどね。中国人の人とか、はいはい、ベトナム人の。そうですね。おばちゃんとか、どれこもないじゃないですか。そうですね。それこそ、イージーのなんかのモデルの時には、あのお店ですごい騒ぎになったりしてましたもんね。抽選箱取られたの。はいはいはい。何年か前ありましたね。時計はだし、店員さんも優しいし、接客丁寧だし。はいはい。ティファニーどうでしたもん。あ、そうだ、今日ティファニーダメでした。ダメでした。ティファニーは買えないですよね。当たった人いんのかな。国内割合って、はい、2000足だか3000足だかって。ティファニーのお店、本当に顧客じゃないですかね、はいはいはい。ティファニーのサイト見ると、もう国内での販売はナイキのアプリのみですって書いてあったんで。その正式な普通のリリースはないですよってことですよね。ジョーダン1セメントとかは狙ったんですか？あの日はインスタントに、はい、
です。ああ。ダンク SB の3色。ええー、ありました、ありました。出るか出ないか分かんない。そうですね。状況で並んだんですけど。あ、買いました。おお、え、あ、インスタントに行ってたんですか？あの時は、そうです。のお店は？あ、渋谷。渋谷で？2時間も並んだ。宮下パークのところ。まあ、先着なんで。宮下パークのところのインスタントさん、はい、並ぶ場所があったんですか？なんとなくいつもありますね。フィリーズ原宿店さんやってきました。じゃあすいません、黒を変えたということで見せていただきます。黒の方を選んだんだ。奥様が白い方。いやー、これだな、見たことある。僕もこれ履いてました。 4,5 年前普通に売ってた時にこの黒の方を履いてましたね。僕も多分最近ですもんね、白の方が人気っていう傾向。いやでもほんとナイキに見慣れてると、このソールの薄さって、サッカーフットサルシューズがありますね。ありがとうございます、すいません。はい、じゃあよかった、黒を見れて。ナイキクオリティみたいなのなさそうですよ。あ、こう見るとちょっと違いますね、このスウェードが。あ、カラーブロックだけ違うのかと思ったら、レザーの感じは多分一緒なのかな。コンガーと合皮両方使ってるんですね。あ、本当だ。合皮も使ってるんだ。じゃあシューターの部分ですかね。うん、もしかしたら合皮が。あとこの3本線のラインとか。はいはいはい。かもしれないですね。はい。パッと見なんかアンダー1万とかで売ってそうな靴ですよ。そうですね。9000円ぐらいで。薄いですもんね。スタンスペースとかもなんだかんだ1号ぐらいするんでしたっけ、今。ああ、白と黒、アウトソール一緒なんだ。あ、色もそうですね。はい。今回、会費もついてないですね。確かについてないです。インソール外れるんですかね。なんか、外れそうな感じではあるけど。外れるけど、一応でも、なんか乗りついてますね。あ、乗りついてる。ああ、じゃあ、無理しない方がいいですね。リーダー乗り続けてたわけではないんで、誰発信で人気が出たのかが謎です。あ、ほん、いや、僕も知らない。なんですかね、なんか。なんかで海外のインフルエンサーとか。ワールドカップとかそういうこともあったかもしれないですね。はい。いや、すいません、ありがとうございました。よかった。いえいえ。僕、白だけしか買ってなかったから。ということで、まさかサンバ OG のアディダスの並びで声をかけていただくことができて、僕の支援は白だけだったので、黒の方も買っていたので見せていただくことができました。ありがとうございます。で、今回のこのサンバ OG なんですけども、ちなみに今更ですが、実はアトモスさん各店でも売ってたみたいですね。よく見たらアトモスさんのリリースカレンダーにも載ってたし、今回このアディダスのフラッグシップストアの原宿と新宿の2店だけなのかなと思ったけど、この日今回僕はアトモスさんには寄ってこなかったんで確認はできてないんですけども、どうやら売ってたらしいです。なるべくね、一人の時は怖いところはあんまり入りたくないんで一人でね撮影するのドキドキしちゃうから、なるべくなら入りたくないと思ってるんで、今日はちょっと避けちゃったんですけど、売ってたみたいですね。あとこの後僕一般でお店が開く11時以降にももう一回行ってみたんですけども、一般でも売ってました。しかも結構あったみたいです。僕が一般で入ろうとしたら、一般でサンバを買う方の列があったので、相当数はあったんじゃないかっていう感じでした。シンプルでかっこいいモデルですよね。チャンネル登録してますか？油断してたでしょう。今油断してたでしょう。チャンネル登録してない方はチャンネル登録してみてください。お願いします。トップ層の方たちが取りに行かないような、こういったサンバ OG とかインラインのモデルだったり、そういったものもアキトくんが取りに行ってます。チャンネル登録してない方がまだ6割います。半分以上がチャンネル登録してないまま見てるということで、どうですか、僕のチャンネル登録者数トップ層の方々と比べて再生数は割と上位なのに、チャンネル登録者数だけが明らかに少ない。これはつまりチャンネル登録してないまま見てる方がめちゃくちゃ多いってことです。なんで？
なんでな、トップ層のね一番に推してる方がいる、その方たちは素晴らしいと思います。アキト君、見る人はいるけど一番好きな人はいないってかな。一番好きな人はチャンネル登録して見るもんね。だからトップ層の方々はチャンネル登録者数多いもんね。それに伴ってちゃんと再生数も多いもんね。でも僕は再生数はそこそこあるけど、チャンネル登録者数がそれの比重で言うとめちゃくちゃ少ないんだもんね。それはどういうことかっていうと、動画見るけど僕のことは好きじゃないっていうことでしょ。なんでやねん、なんでやねんしてください。もう一番の推しじゃなくてもいいんで、チャンネル登録しといてください。いいのいいの、ほんとそんな一番の女になりたいなんて、そんなおこがましいこと思ってないから、都合のいい時に見てくれればいいから。推しの人がね、なかなかあげないでしょ。スニーカー YouTuber は YouTube あげるほど、スニーカー買うほど赤字になるから、トップ層の方たちあんまりあげてないでしょ。その暇つぶしに都合のいい時だけ見てくれればいいから、都合のいいアキトくんでいいから、チャンネル登録してください。アキトくん、そんなんじゃ幸せになれないよって、それで本当に幸せなのって、そう思ってくれる方はメンバーシップ有料会員入ってください。なんでなんで一番心配してくれる人にお金払わせようとすんの。ああ、花粉症応援してくださいっていうことです。で、ちなみにこの日、ナイキ原宿店さんもお邪魔してきました。気になってきたものをいくつか取ってきてます。ウィメンズのダンクがありましたね。で、ナイキ原宿はアプリを開いてバーコードスキャンすると在庫状況がわかるんで、店員さんに聞かなくても人見知りには優しいシステムがあるんですけども、見てみると一番でかい29はなくて 28.5 までなら全部のサイズがあるっていう状況でした。オンラインでは完売してんのかな。で、これ、この前アンディフィーテッドさんでも見てきましたけども、新しい、これもナイキ原宿にもありました。これもインラインでしれっと出てるタイプのダンクですけども、これはかっこいいんですよね。カラーリングめっちゃかっこいいですよね。ただアッパーの生地がキャンバスなんですよね。もしこれはレザーだったらめちゃくちゃかっこいいよ。もしくはスウェード、あと数種部分が偽セメント柄というかになってるんですけど、まあちょっと余計ですよね。アウトソールは薄いピンクもしくはベージュっていう感じですかね。あとジョーダンコーナーに行くとこれが出てました。ジョーダン 5UNC、 早速ナイキ原宿の方でも置いてありましたね。見ちゃうとええねん。すっごい買いそうになるわ。んで、続いてゴッテムやねん。ティファニーエアホースワン、ゴッテムやねん。ゴッテム、ティファニーエアホースワン、ゴッテムですよ。ゴッテムした方がいたんですって。ゴッテムしたんで、もし撮影するなら協力しますよって言っていただいて、ぜひお願いしますっていうことになったんですけども、すごいですよね。こんなもん宝くじですよ。相当数少ないはずですよ。っていうか今回これもサムネに入れようと思ってるんですけど、そうするとサムネ詐欺って言われるの何なん、自分じゃないじゃないかっていう。この前で言うとエアフォースワンセメント、日本でのリリース前に海外でゲリラがあったっていうサムネありましたけども、これの時とかも相当サムネ詐欺とかって言われましたけど、いやいや、ちょっと待ってくださいと。ゲリラもあったし、そのゲリラをゴッテムしたのも本当だし、ただ僕ではないけどっていうことなんですけど、例えば同じゲリラリリースありましたっていうことの例えばで言うなら、海外の情報なんかを発信されてる他の YouTuber の方もゲリラリリースとかサムネで使ってますよって。でもそれは日本であったっていうわけじゃなくて、海外での情報のことですけど、そういうサムネにしてる方もいるけど、でもそういう方には多分言ってないですもんね。日本でゲリラないのにサムネ詐欺するなとは言ってないですもんね。結局言いやすいだけやねん。まあポジティブに考えるなら人気者っていうことですかね。出川みたいなね、出川哲朗さんみたいな、おばちゃんおじちゃんとかからも人気だし、ちっちゃい子からも人気だけど、なんか調子乗った若い子とかには、うわーい出川とかいじられるでしょ、ヤンキーとかに。なんかそういう感じかな。そういうこと言ってきやすいし、だからこそ親しみがあるってことかな。チャンネル登録してください。チャンネル登録してくれないとやばいよ、やばいよ。似てなさすぎた。おー、おはようございます。一応来ました。あ、ちょっとノーメイク。かわいい。眉毛も描いてない状態。やばいね。やったすごいですね。でもまさかゲリラはあったんですよね。おー、